イグゾウはインジウムガリウムアエン酸素から構成される物質の略称。イグゾウ液晶を採用したシャープのスマホ、アクオスフォーン SH-02E。シャープは2012年に世界初となるイグゾウ半導体の量産に成功した液晶ディスプレイや u e l ディスプレイをはじめとして、太陽電池、吹き発性メモリ、紫外線センサーなど様々な分野に応用が、 期待される物質である。1985年に、君塚昇が初めて単結晶、イグゾーの合成に成功して、以後、2004年に、東高大の野村健次神谷俊夫、細野秀夫らが、アモルファスイグゾー白膜トランジスタを開発し、ネイチャー誌に発表、2009年に株式会社半導体エネルギー、研究所が、アモルファスでも、単結晶でもない。C アクシスアラインドクリスタルイグゾウを開発するなど、研究、開発が進んでいる。一般的には、シャープが2012年より開発、販売している液晶ディスプレイのブランドとして知られている。イグゾウ白膜トランジスタの投稿台での開発は、科学技術振興機構の支援事業で行われたため、イグゾウ白膜トランジスタの特許権や関連特許は JST が所有しており、 シャープ以外にもアウをサムスン、LG などのディスプレイ会社に JST がライセンスを供給し各ディスプレイ会社からイグゾーを利用したディスプレイが製造・販売されている LG は2013年よりイグゾーを利用した有機 l ディスプレイを製造しているイグゾーは商標ではなく一般名詞であるシャープが持つ商標としてのイグゾーに関してはシャープが2011年に イグゾーの商標を取得したところ JST がシャープの持つ商標イグゾーの一部の無効を特許庁に訴え2014年に一部の商標が取り消されたシャープは商標取り消しの無効を訴えたがイグゾーは商標法第3条第1項第3号でいうところの原材料の名称であって商標には使えないと判断され2015年に却下されたこれは 商標法第3条第1項第3号の該当性について争われた重要な判例となっている。イグゾー半導体は、シャープが2012年に世界初となる量産に成功し、以来ディスプレイをはじめとする様々な製品に採用されている。イグゾー液晶を採用したニンテンドースウィッチイグゾーは、スマホ用の液晶ディスプレイの製造に有用な技術である。 2012年当時のスマホ用ディスプレイとして主流であったアモルファシリコンを用いた TFT 液晶はリーク電流が大きいために画面の軌道がすぐに下がってしまい静止画表示時も電圧をかけて定期的なリフレッシュが必要となるため電力の消費が大きいという欠点があったそれに対しイグゾウを利用した TFT はリーク電流が少なくリフレッシュ回数低減により 静止が表示時の電力消費を抑制して消費電力を低減することが可能である。また、電子移動度はアモルファスシーコン比20から50倍であるため、ディスプレイの高速駆動によって映像が滑らかに表示できるようになる。また、TFT 回路小型化による公開効率や高精細化が期待される。2012年当時はスマホ用ディスプレイとして、 低温ポリシリコンを用いた TFT 液晶の採用も進んでいた。LTPS は電子移動度が高く、高精細化や画面の形を自由にできるという利点があったが、LTPS は特にリーク電流が大きい。しかし、イグゾーはリーク電流が LTPS と比較して1000分の1程度である。またイグゾーディスプレイの量産が軌道に乗った場合、 製造コストも ASI と同じくらい低くなるという利点もあった。スマホ用のディスプレイとしては2012年3月、シャープが世界初の量産に成功した。2012年当時のシャープは LTPS 方式の TFT 液晶である CG シリコンという技術を持っており、シャープのスマホ、アクオスフォーンのディスプレイとして2013年当時は スーパー CG シリコンのブランドが採用されていたが、2013年より、イグゾー方式のディスプレイに置き換わり、シャープのスマホ用液晶ディスプレイのブランドとして、イグゾーが採用された。イグゾー液晶は、安価な ASI 液晶と高精細な LTPS 液晶に挟まれる位置づけになるため、スマホ用としても、必ずしも広範囲に採用されているわけではなく、また、 シャープ以外のイグゾー液晶のメーカーや、シャープからディスプレイの供給を受けているメーカーは特に、イグゾー技術をアピールしていない。アップル社は2012年発売の第3世代 iPad よりシャープからイグゾー液晶の供給を受けているが、2012年、当時はまだイグゾー液晶の生産コストが高かったため、第3世代 iPad に同じく液晶を供給していた LG との競合により、 採算が合わなくなり、シャープは途中で、イグゾー液晶の供給を停止した。値段がこなれた後は iPad、iPhone、MacBook など、幅広く採用されている。シャープは2019年8月発売の新型、Nintendo Switch がイグゾーを採用していることを公表している。イグゾーを利用した大型 UQL テレビの試作モデル。 LG は2014年に世界初の大型 u e l テレビを発売したイグゾーはテレビ用の大型 u e l ディスプレイの製造に必須となる技術である。ディスプレイを製造するにあたっては白膜トランジスタをガラスプレートにパターニングする必要がある。小型 OLED パネルにおいては低温ポリシリコンでもパターニングが可能だがテレビ用の大型 OLED パネルともなると 応答速度が速すぎるので、酸化物半導体を使わないと不可能となる。イグゾーを使った OLED ディスプレイは LG が2006年に試作に成功。2014年に55インチの大型 OLED テレビの出荷を開始。2021年現在、LG が大型 OLED パネルの量産に成功している唯一のメーカーであるため、2021年現在に 製造されている OLED テレビはすべてイグゾー方式である。イグゾーは小型 OLED パネルの製造においても省電力で高精細というイグゾー液晶と同様の利点がある。シャープは2019年にイグゾー技術を利用したスマホ用小型 OLED ディスプレイの量産に成功し2021年発売のアクオス R6 より プロイグゾー OLED のブランドで自社のスマホに採用している。BOE は2013年よりシャープから技術供与を受けてイグゾー液晶ディスプレイを製造していた CEC パンダの生徒工場と南京工場を2020年に買収することでイグゾー技術を獲得し2020年後半以降に大型 OLED パネルの量産を開始する予定。 サムスンが2022年以降の量産を目指している QD OLED ディスプレイがイグゾーを採用している。シャープが持つイグゾーの商標の指定商品の一部に関して JST が商標登録無効審判請求を行ったところ平成26年3月5日特許庁が同指定商品の一部の登録を無効とした。その件に関して シャープ株式会社がその取り消しを求めて、独立行政法人科学技術振興機構と争った事件である。最終的に、イグゾウは、商標法第3条第1項第3号の原材料に当たると判断され、シャープの請求は棄却、シャープの商標の一部は無効となった。平成26年第1089号、新血取り消し請求事件。 イグゾーの商標については、シャープが2011年11月にイグゾーの文字商標の登録を受けていた。しかし、JST は、ある研究者が学会でイグゾーという言葉を使用する際にシャープから申請を求められたことから、学会の活動に支障が及ぶ可能性があるとして、2013年7月に特許庁に商標登録の無効を求める審判を請求。 特許庁は2014年3月に商標登録を無効とする新決を出した。シャープはこの新決を不服とし、知財交際に無効新決の取り消しを求める訴訟を提起したが、知財交際は2015年2月25日の判決で特許庁の新決を支持し、シャープの請求を帰却。3月11日、シャープは上告を断念したことを公表した。なお、 シャープは、カタカナのイグゾーの商標、及びイグゾウの誤化した商標も商標登録している。これらの商標は訴訟の対象に含まれておらず、権利が存続している。イグゾーのうちザノは、科学的に脆弱な物質であり、かつ科学的に強固な GAN とバンドギャップ、結晶構造、原子間距離、結合様式が、ほとんど同一の材料であるため、 ザノオ GAN に置換した因果 2O3N がイグゾを信頼性で上回る物質として理論的に予測されているが実現できていない。ありがとうございます。